よろしくお願いします。はい、今日はあのわがまま聞いてくれてありがとうございます。40分でいいんですよね。はい、よろしくお願いします。40分なんです。40分なんです。皆さん、わがままで、はい、あの早く帰りたい人は早く終わってください。あの音楽のことをあの思う存分やっていいという時間帯ということなんで、ね、先ほどやらせていただきます。どうぞよろしく。次の歌
ボーカルもちょっとください。はい。今日はあいにくの雨でですね、月は見えないんですけれど、疲れた心には月の光をゆっくり浴びてですね、ゆっくりしたいな。そんなに明るい明るいね、ギランギランの光じゃなくて柔らかい光をですね浴びたいなと思います。僕によく似た、主人公が出てくる、月光浴を聞いてください。いつからだった髪に映るお前は一体誰なんだ。やればできる子なのに、てめえ小さな頃よく言われていたよね。それで何もできないことなのだ、今ならわかるよ。涙がこぼれてしまうんだ。やりきれない気持ちをいつまでも断ち切れない。今日も現れるクロスロードにうんざりする。地図の道しるべも何もない。自分を信じて進んでくんだね。ねえ、月の光を差しに行かないかい。僕とねえ、月の光を浴びに行かないかい。
僕と一緒に行こうよ。来ないでほしいのということは愛してるからここへ来いということですよね。そうです、そういうことです。なかなか裏がないですね、なかなかね、はい、もうここへ来ないでほしいのっていう、ね、もう来ないってことはそういうことやな、思って諦めます。その愛してるという言葉を使わずにそういう気持ちを、伝えたいと思います。聴いてください、ラブソング1曲。なかなかサモソの時あるでしょ。坂本ちゃん
茶いいわ。お茶いいか。サンキュー。ラブソングのヘヨです。ヘヨなんや。もう曲ね、あの僕的にはすごいラブソングなんですよね。すごいラブソングやねんけど、なかなかラブソングって分かってもらえない。これはこれでいらんな。僕なりの、スタンドバイミー、そばにいるよ、聞いてください。昔これはちょっとあの聞かれたらまずい人もいるんですよ。昔々好きだった子っていますよね。昔々好きだったんちゃうかなっていう子が言うんですけど、好きだったんちゃうかなっていう記憶はあんねんけど、もう顔も覚え出せれへんけど、あの目の下にほくろがあったんですよ。さとみん、目の下にほくろがあったことにしといてね。雲を見てたら聞いてください。
でもないのに結構なスピードで雲が流れてくる。そんな空をぼんやり眺める。案外贅沢な時間さ、特別やるべきことはない。やたらとない待ち時間、スマホで何でもできるけど、まあいいや、ぼんやり雲を眺めてよ。特になんか形に見えるわけじゃないけど、流れてくスピードが面白くてさ、そこならそうだよ。どんなに本当か、そんなんじゃないよね、このまま見てるよ。空色から青まで繊細なグラデーションがかかった空に、油絵みたいな白とグレーの雲がたくさんあってさ、ちょっと早めのスローモーションな、そこならそうだよ。タイムマシンみたいな、ねえ今どうしてるの、話がしたいよ。とても綺麗な上弦の月に優しい光で炎を照らす。ああ巡りの辺り明るい星が寄り添ってる。タイムマシンみたいな君にもあったね、思い出せよ。気になって仕方がないな、数式みたいに答えはないから話をしようよ。口話でもいいから、この口話を笑って聞くから、会えないのは分かってるでも、yeah、話をしようよ。
のラストもすごい良くてカバーさせてもらって歌ったら本人に許可もって歌ってんけれど、その人のファンの方からあれを歌わんといてくれとあれは歌わんといてくれ、あれは歌ったらあかんやろって言われて、そういうもんなんやと思ってから自分のラブソング欲しいなと思って、うん、そんなん言われるやん、言われて忘れられへんラブソング作るときってなんかあるんですか、大体材料は、材料おかず、そんなやぼなことは聞くなよ、言い方やらしかったそうですね、ラブソングね、想像で作れたらいいんですけどね、想像で作れないからね、想像で作ってはる演者さんもいてはる、あ、ね、小説書けるみたいになりたいなと思いながらちょうどここに来たところですね、うん、ラブソングね作れたいんですけどね、そんなね、あのいろいろ音楽に関しては結構熱くてですね、まだ時間いけるかな、あと2曲やりたいんですけどよろしい、全然大丈夫、ありがとう、そう、あの熱苦しい男でですね、あの意外と熱苦しいんですね、それ熱苦しいんですよ、あの谷田石井さんは熱苦しいの知ってるんですけど、僕めっちゃ間違えたらほらアスタリスクかな、僕熱苦しい、熱苦しくないですか、熱苦しいって失礼に言い方なんね、自分から言うたらなんかやばいけど、ね、人から言われるとすごい爽やかですよでいろいろ考えることとかねあって、ほんで僕らって素人ミュージシャンというかじゃないですか、アマチュアミュージシャンで、でも人前で歌うことってあるじゃないですか、その人のリスペクトする人の歌を歌うと、歌ってって言われるから歌うねんけど、この歌歌って絶対語れへんねんけどな、だってプロミュージシャンがおるねんし、でも一生懸命心を込めて歌うねんけど、下手くそやったら結局届くのは下手くそのことしか届けんのかとか、なんか自虐的なことかあったりとか、なんかね、そんなことない、いろいろ考えてるんですよ、そういういろいろ考えてね、もうどうでもええやんっていう話を曲にしましたんで聞いてください、長いでしょ前置きが
う少し開けてくれ。あの人の歌が教えてくれた夢の国、言葉があれば悲しみはきっと乗り越えれるんだってね、知ってたかい。言葉で人は傷つく、でもね勇気や希望にもなれるんだよ。やっとたどり着いた言葉、君にも見せたいんだ。僕の好きなギターでその言葉歌にしたよ。たどり着いたメロディーと一緒に見せたいんだ。大切な言葉を胸に抱けるなら、いつだって君は一人じゃない。勝ち目のない歌を君だけに歌いたい。空回りの歌を、独りよがりの歌を君だけに届けたい。大きな声を枯らしてギターかき鳴らして、歌は届くと信じてる。君のことを思って君に届けと願った。かっこ悪いこの気持ちはなぜ思い見てんだね。東の空に月が昇るよ。君の空にもいてるかい。次のいない夜にみんなの願い事を叶えに行こう。次のいない静かな夜に時を飛ばしに行かないで、暗い暗い深い闇に白い飛行機音もなく流れる。真っ暗な大きな空には綺麗な星たくさん並んでいて、流れ星が見れるといいな。願いが届くといいね。何もできないだと君のことを思ってるよ。月のいない静かな夜に星を見つけに行こう。
よ。君の願いは知っているから、僕も一緒にお願いするね。アスファルトに猫なんて猫のように溶け込んだ。星を探しに行く夜に飛行機をたくさん飛ばそうよ。僕の思いを乗せて静かに大きな空にゆっくり流れる。流れ星じゃないけど歩いてても思いを乗せた。Yeah.